すごい。一緒に仕事ができて得だね。だからよく温度が変わるんですよ。お疲れ様でした。サンデージャポンです。ありがとうございます。サンデージャポンです。まさかのサンジャポで特ダネコンビが見れるなんて、ね、いや本当ですよね、はい、こんな遅い時間にお会いしたことないですね。本当もっといつも早いもんね。もう朝6時前によく会ってましたからね。そう5時半とか、ね、うんうん、何かこうデーブさんの印象とかって聞くわ。さ特ダネ生放送じゃないですか、はい、本番中でもいいギャグが思いつくとノートにギャグを書き込めて、私たちとか他のゲコメンテーターの人にこれどう思うみたいな、はい、まず市場調査をするんですよ。そこでクリアしたギャグが上がっていくわけですよね。そうですよ。そういう印象。でも楽しかったね昔ね。楽しかった。そう、うん、もう昔話。一緒に仕事ができて得だね。だからよく温度が変わるんですよ。すごいなんか空調の意味がなかったなって感じで、特ダネの時もなぜかあんまり突っ込まないんですよ、デーブに関しては。だから温度だけが突っ込むっていう、そういう謎な現象がよく起きてましたよね。でもサンデージャポン初めてなんで、うん、思っていた感じとどう違うんですか。すごい今日真面目な感じで、デーブもいつもよりちょっと真面目だったんで、なんかびっくりしました。私だからインスタのフォロワーが 1.8 万人のところは笑ってほしかったんですよ、はい、すごい少ないんですね、インスタが 1.8 万人っていうのは。誰も笑ってくれなかったので、すごいどうしよう、置いてけぼりになっちゃって、ね、はい、私自身インスタ1万8000人なんですよ、はい、でもこの1年で8000人しか増えてないっていう笑うとこなんですけど。そうなんですよ。笑う感じない。そういう時はフォロワー180人とか言わないと。あ、先輩さすが。半端に高いから、ね、ダメだしダメだし、ダメ出ししてるから。デーブドーはそうですよね。そうですよ。嘘も方便、学校で剣弁って言うじゃないですか。あ、またスルーで見どころで、はい、いろんな映像が流れたと思うんですが、最初のところですか、はいはい、フラフープのとかですか。フラフープで歩くという芸を特技を披露してただけですね、はい、特技だったんですよ、はいはい、もちろんでございます。2本あるけど、はい、デブもやんの。いやもう、はい、ちょっとまず軽くも、あすごい。後ろは難しかった。すごすぎる。ありがとうございます。すごいすごい。衰えなく20年経っても大丈夫でした。さすがでございました、はい、最後なんかダジャレで決めないと。あ、じゃあ、はい、菊川レイ。YouTube でよかったね。